7月までは野球部で元部長をやっていました。よろしくお願いします。野球部部長の萩原理恵です。よろしくお願いします。2年吹奏楽部副部長の牧田光輝です。よろしくお願いします。2年生徒会初期、サッカーフットサル部長だった鈴木光一郎です。よろしくお願いします。学級に所属しています。1年 C 組田村純正です。部活はサッカーフットサル部に入っています。よろしくお願いします。早速ですが、先ほど和太鼓を叩いてくれた鈴木くん、生徒会はどのような活動をしていますか？はい、生徒会は先ほどのように、和太鼓の演奏で、行事の前など、皆さんの前で演奏することなどやります。主に、行事の運営を行っています。文化祭や体育祭を、生徒をまとめたりするので、リーダーシップ力もつきます。生徒会の、メンバーは、学校のために、働きたいと、向上心あふれる生徒ばかりなので、とてもやりやすい環境でやってもらってます。ありがとうございます。行事では生徒の中心となって頑張ってくれています。太鼓といえば、吹奏楽部と一緒に演奏することもあります。本日オープニングで演奏してくれた吹奏楽部はどのような活動をしていますか？はい、私たち吹奏楽部は、毎日練習で基礎練習から合奏に至るまで日々練習しています。で、主な公演なんですが、3月に3年生の臨海の公演となるスプリングコンサートを本校体育館にて演奏させていただいたりだとか、あとご紹介にもありましたが、文化祭にて野外ステージで演奏させていただいたりとか、夏季にはですね、野球部の、野球応援も全員でやっています。で、そこでなんですけど、はい、野球部は毎日練習していて、金曜日だけが実戦で、日曜日は練習試合をやっています。下のグラウンドでは守備練習や学校で、柔道場の屋上にバッティングケージがあり、そこで足打撃や実践打撃を行っています。先日、帝京大高校と練習試合をし、15対0で勝利しました。サッカーフットサル部はどうですか？はい、サッカーフットサル部は毎日一生懸命取り組んでいます。練習日は主に日曜日以外必ずあります。日曜日は基本オフでたまに試合があります。僕たちの目標はフットサル1部リーグに所属しているため、東京都1位を目指しています。実績としてフットサルは全日本ユース東京都大会3位に入賞し、東京都ユースフットサルチャレンジではベスト8まで進出しました。先輩はどうですか？部活では、上下関係が、あまり厳しくないということで、とても和みやすい環境で、部活を行えています。はい、ありがとうございます。サッカーフットサル部はわけあいあいでした。楽しい部活ですね。はい、このように、部活動、本校大変、いろんな外部の大会で活躍しているんですけども、勉強も頑張っています。部活と勉強をどのように両立させているのか、萩原君、教えてください。はい、私は部活がオフの時しっかりやってみたいので、学校があるけども、部活が終わったら支援センターで勉強しています。支援センターはどういうところなんですかね？鈴木君、お願いします。はい、僕は、サッカーフットサルに所属しているので、部活が終わった後に学習支援センターを利用して、午後8時半まで、開園しているので、開設しているので、勉強してから帰宅します。で、今年の3月に、学習院大学に合格した鈴木先輩がチューターの先生として、教えてくださっているので、年も近く、とても、話も合い、和みやすい環境で、勉強ができて、とても、勉強しやすいです。はい、ありがとうございます。続いて学校行事について
生活と仲良くなって良かったです。体育祭はどうですか？はい、この学校では競技場を借りての体育祭も行うので、とても広く男子校ならではの迫力を感じます。1年生は初めての体育祭ということで、先輩方に続きなんとか最後まで全力で競技を行いました。とても盛り上がりながら楽しい体育祭ができたと僕は感じました。お願いします。はい、行事では、1年生に続き、2年生も、今年の夏7月に、勉強合宿にも参加しました。勉強合宿では、普段授業では、やれない、ハイレベルな問題に取り組んでいます。例えば英語では、慶応大学の過去問を取り組みました。それでは、1年生には、オーストラリア海外体験研修にも、参加しました。現地の語学学校で、英語を学びました。生の英語を体験できることだけではなく、オーストラリアの習慣、文化なども感じることができました。たくさんの、行事が思い出に残っているようです。学校行事といえば10月に、学園祭が開催されますが、学園祭の雰囲気について牧田君教えてください。はい、文化祭の雰囲気を紹介するということで、昨年はですね、台風の影響で1日目がとても天候大荒れの中で開催した文化祭となったんですが、本当にたくさんの方がご来訪をしてくださいまして、大盛り上がりになったと思います。で、食品等の特典なんですけど、基本的に3年生とあと運動部の各部活の方が出しているということで、ちょっとここに見たいなと思うんですけど、サッカー、フットサル部は去年何を出されましたか？はい、サッカー、フットサル部は模擬店ということで、フランクフルトを、見ました。毎年好評のため、売り切れまでフランクフルトを大好評の方々へ、買っていただきました。ありがとうございます。野球部は、はい、野球部は、柔道場の屋上でバッティングゲージがあるのでバッティングセンターを取っていただきました。ありがとうございます。今年も多分同じような感じだと思うので、吹奏楽部はですね、私も野外ステージの方で、演奏させていただきます。私は初めてになると思うんですけど、今年は2年生がアトラクションを担当いたします。ボーリングでしたりとか、あとダーツとか面白いアトラクションをたくさん企画しておりますので、皆様もしお時間がございましたら、10月6日と10月7日に文化祭がございますので、ぜひ足を運んでください。ありがとうございます。楽しい学園祭になるよう、日々、努力をしています。はい、それでは、皆さんの今後について、部活や、進路のことなど、今後の目標を教えてください。3年生の小田くん、お願いします。はい、僕はもう部活を引退してしまったので、CS の方を利用して、大学に一般入試で合格できる学力をつけようと毎日書いています。で、今日も朝の9時から、CS で勉強しているところを全国に参加し、この後も CS の方で勉強していくので、ぜひお時間ありましたら見学していただきたいと思います。小松は受験生で毎日勉強を頑張っているようです。1年生、留学して間もない1年生の翔くんはどういった目標を持っていますか？はい、僕は今 A 点11級なので、1級を目指して頑張ろうと思っています。英検1級でした。すごい。すごいね。高い目標を掲げて、毎日英単語の勉強を頑張っているみたいです。はい、最後に中学生の皆さんに向けて、一言お願いしたいと思います。マキタ君、お願いします。はい、僕も皆様と同じ中学3年生の時に、この自由が丘学園の単語の説明会に参加させていただいたんですが、その当時はですね、今もなんですけど、英語にすごく力を入れていて、外国を学ぼうと、僕自身すごく英語が好きで、毎朝英語の小テストを20問とか30問とか軽い小テストなんですけど、それを毎日やるということで語学力を上げようというカリキュラムがあって、僕はそこに軽く入学しようというふうに思ったんですけど、中学生の皆さんの一言ということで、そこからは、僕もすごく普段よく感じていることなんですけど、人生はたった一時にしかなくて、しかも学生であるうちっていうのもとても少ないので、そのうちにできることって本当に
に限られてくると思うんですね。なのでそのうちにできることを、今しかできないことを今のうちに楽しんでやろうというふうに僕は思って過ごしています。でこの学校は今までとはちょっと違う自分に生まれ変わるチャンスとかきっかけっていうのがすごくつかめるシーンがたくさんあるなというふうに感じているので、皆さんもそういうチャンスとかきっかけっていうのを大切にしていただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。去年まで受験生だった、田村君はどうでしょうか。はい、僕が中学生の時、この学校の説明会で親切な先輩が学校内を丁寧に案内してくれたのがとても印象に残っています。高校生活は一生に一度しかありません。自分の夢に向かって努力するように頑張りましょう。ありがとうございます。皆様いかがでしたでしょうか。高校での学園生活を少しでもイメージしていただけたのが幸いです。